はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。タトゥイーン攻撃側です。はい、本日もまだダブル XP ボーナスが効いていますが、これはいつまで続くのでしょうか。そしてね、もう完全に賭けに出た私は、ちゃんとナイトビジョンにしてきました。結局これ、昼なのか夜なのかは、本当に出てみなければわからないので、どうかどこに何がいる？いたな。後ろにもいた。スクラップに多めに配置されてる感じかな。違うね、この人はカンティーナに向かってるね。カンティーナ激戦区だね。後ろにいるな。危なっ、中か。あ、どっちもダメだったんだ。こっちはスクラップヤードよりどこだどこだ、そこか。これどっちつかずになっちゃってるかな、ひょっとして。意外と難しいよね。基本的にはカンティーナを攻めたいんだけど、場合によっては構想中が直らん。どこにいる？上に乗られてる？上に乗られてるね。なんかすごい勢いで下まで落とされた下まで落とされた。お世話中になった。ちょっと上に乗られてるのめんどくせえな。上ちょっと警戒しておくか、もう一回。いたいたいた。すげえ飛行機撃ってきてるじゃん。怖い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 。あ、跳ね返ってきてる。ちょっと裏から行くか。遅かった。あ、遅くないわ。おお、あれ味方のやつか。気がついたら3人しかおらん。ナイス。上か、上にいる感じか。なるほど。ナイトビジョン、ナイトビジョン、見づらいそうだよね。なかなかナイトビジョン使い勝手が難しいよね。始まる前にタトゥイーン夜とかって、それじゃまた雰囲気ぶち壊したのかな、そのロード中の画面で。ロード中の画面でそれが出ちゃうとぶち壊しなのかな。ただそうしないとなんかナイトビジョン活かしづらくない？危ない危ないちょっと向こう側行けないな。これ真ん中抜けて作戦出るか。おおお、バザールが進んでるんだ。ちょっとあれだね、競売所の方は結構人数が厳しめな感じするもんね。ヒーローが2人でバザールを制圧してる感じだね。アナキンいなかった今。いる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 。おお、チョークか。ああ、仕留め損だった。これなかなか。なるほど、こっち側厳しいね。ちょっとスナイパーじゃないと。アナキンは倒しているけれども、なんかヨーダいなかった？痛い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 。開いてますね。開いてませんね。ヒーローが開いたか。たまにはボスク使ってみるか。ボスクなん使う久しぶりだな。どんな感じ？ここ攻め込まれてますか？そんなことはない。よし、行きましょう。うわ、なんかいるな。ようだめ。ポイントは俺がいただく。ようだめ。どこに行った？いた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 。やばいな。スキルもなんもない状態になっちまったぞ。厳しい。そうですね。やべえな、アナキン・スカイウォーカーが裏から来るのにあれがない。近接反応地雷が変なとこ置いちゃった。えちょグリーバスやばいでしょそれ。伝説のグランドマスターようだか。いけ、伝説のグランドマスター。どこも危ないぜ。いや、どこも危ないんだけども、来てるな。おっおっおっ、痛い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 。どこだ、どっから撃たれてる、どっから撃たれてるかわからん。ちょっと一旦脱出一旦脱出します。ありがとうございます。全然役に立ってる気配がないんだが、俺はどっから撃たれてるんだこれ。上かな上なのかな、怖いよ。だめだ、完全なるチキンボスクじゃないか。全然倒せないな。すげえあれがいるんだが、 RT がすげえいるんだが、どこにいる RT。 倍率が変えれないのか。俺のボスク素人感がひどい。させんスコアキーパーさん見ててくれよ。シンプルに解決してみせよ。陽動かきむしり。くそー、みんなで追い詰めるしかないな。おりゃおりゃ、なかなか難しい。危ない。本能で動いちまう、そういうもんだ。本当ですか？全然本能では動けてないんだが、とりあえず地雷はあるけども起爆解除装置で普通に始末される恐れもあるから、怖いな。俺のポンコツボスクで守ってるのすげえ怖いな。スキル欲しいな。あ、味方撃ってるし。ありがとうございます。やべ、久しぶりにボスク使ったらもう本当にわけがわからんな。というわけで皆さん、ボスクのプロたちに正しいボスクの使い方を教えていただきたい。いや、完全にミカさんに助けられたな。ちょっとアナキン相手にビビりすぎて全く前に出れなかった。はい、というわけで、超久々に自衛でボスクを使ってみました。まだね、ダブル XP ボーナス続くと思いますので、皆さんもぜひレベル上げ頑張ってみてください。というわけで今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。